はい、どうも、めくろっけです。しゅうです。ゆっきー。今日の動画は、めくろの今月の、ででん、一押し。毎度説明しておりますが、めくろの今月の一押しとは、トレンド性、着回しやすさ、コスパ、この3つの観点から、今月のおすすめの商品を紹介していくという、梅雨に負けるなみたいな感じの企画です。先月はね、キャスパージョンのカーゴパンツでしたけれども、もうそろそろね、パンツばっか買ってちゃダメですよね。少しずつ夏のトップスとかもね、見ていかなきゃいけない時期ですもんね。でも、トップスこそもめちゃめちゃ種類あるからな。そうなんよね。うん、ここでいいもの1個バーンと紹介できたらめっちゃ参考になると思うけどね。それを紹介しちゃうのが俺らってわけなんですよ。というわけで最後までご覧ください。それでは続けてみましょう。じゃーん、こちらでーす。この上質なショッパー。硬いよね。あ、今月の一押し？ショッパー。あ、今月の一押しはね、ショッパーでございます。普段使いもしやすそうだよね。まあ確かに。っていうのは置いといて、まあこの中に入ってるんですけれども、リメールですね、まずブランドは。はい、こちらですね。不織布でございます。やっぱ普段使いしやすいよね。燃えて。じゃん、こちらでーす。白 T でございます。はい。じゃあ商品の詳細からね、紹介したいと思います。こちらリメールのルーズベーシックティー、お値段3960円、サイズ展開が XSSML で M サイズを購入しました。カラー展開がドーンでホワイトを購入しました。 T シャツの大集合でも紹介しましたね、こちらはね、はい、まあ、なんといっても最大の特徴、肉厚ですよね。そう、肉厚なコットンだね。まあ、そのカジュアルな人は絶対似合うと思うんだけど、まあ、切れ目の外しとしても使えるんで、全系統の人持っておいていい白 T だと思いますね。素材感だけじゃなくてシルエットとかにもすごくこだわりを感じるので、誰が着ても様になるというか、1枚で着ても大丈夫な T シャツだと思います。じゃあいつも通りユッキーから、はい、着替えていきたいと思います。いきましょう、せーの、じゃーん、こちらでーす。あれ、僕も黒を買いました。じゃあ最初の説明のとこでブラックも言っとけばよかった。ちょっとサプライズ。サプライズ、やっぱみんなサプライズって好きじゃん。はい、じゃあまず元気お願いします。はい、まあ、僕は1枚で着ていつも履いてるパンツと合わせてるんですけど、まあこういう感じでね、生地がしっかりしてる分、1枚でさらっと着てもかっこよく決まってくれるっていうのがこの T シャツの良さかなと思います。え、これどこのって言ってカジュアルブランドを多分出されますよ。え、これフリークスのでしょとか、なんか、そういう感じになるレベルの素材感です。まさか多分リメールだと思う人はいない。現にカジュアルが好きな俺が買ってるからね、リメールのやつ。しかも2枚ね。2枚買ってます、はい、夏始まったらもう2枚ぐらい買い足そうかな。ユッキーは M サイズ着てて、僕は切れ目が好きなんで、ちょっとサイズ落として S サイズで購入しました。このアイテム結構身幅とか肩幅とかものすごくゆとりを持って作られてるアイテムなんで、普段自分が着てるサイズで着ちゃうとカジュアル味が強くなっちゃう可能性があるんで、切れ目に着たい人とかは170センチ前後は S サイズで購入した方がいいと思います。で、僕ブラック買ったんですけど、これ3960円で買えるんだっていうのはすごいなと思いました、うん、僕もこれ夏にグレッシュベージュとかいろいろあるんで、なんかそういうのもう一枚買ってもいいかなって思ってます。切れ目とかだったらくすみ系の色の方が、うん、多分コーデに合わせやすいんで、白だと割とカジュアル感ちょっと強いかもしれない。いつもカラー指定で一押ししてるけど、これはもう全カラーだよね。もうこれはとりあえずね、素材がいいから、うん、もうあとは好きなカラー選んでて。本当にそんな感じだと思う。マジでそう。じゃあ僕が着替えたいと思います。まあこっちかな、多分着るとしたら、うん、かなかな、うん、してみや。はい、じゃあ着替えていきます。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、この中に着てます。なんでだよ、1枚で勝負しろや。いや、まあ2人が主役で着てたからね、僕はちょっと脇役として使ってみました。無地の T シャツってね、こうやって脇役でも、ね、使うじゃないですか。まあそうっすよね。はい、でね、何がいいかっていうと、無地の T シャツってユニクロでいいじゃんって思う人いっぱいいるじゃないですか。いやー、もういっぱいいると思う、うん、でもやっぱりトレンドがオーバーサイズで、ユニクロで僕たちの身長ぐらいで買うってなったら、まあ、L か XL を買うじゃないですか。そうね。そうすると、まあ、身幅とか大きくなって、それもちゃんといい感じになるけど、着丈長くなるじゃないですか。そうね。あー、確かに。それを解決してくれるのが、そう、リメールの T シャツでございます。日本人の体型をしっかり考えて作られてるなって思いました、うん、はい、というわけで今日はめくろの今月のデデン一押し。でした、いかがだったでしょう。まあこの T シャツに関してはね、僕激推しアイテムだったんで。でもしんや君と一緒に買いに行って、しんや君もブラック買ってるし、まあ、キレイメントカジュアルで対極な2人がいいって言ってるんで、心からおすすめできるアイテムだと思うんで、ぜひ皆さんに見てほしいです。生地感、シルエット、どれをとっても
も一級品というか、うん、すごいコスパのいいアイテムだと思うんですよね。むしろ T シャツにお困りの方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、このチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。メンクロのインスタグラム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、じゃあ今月のイチオシ